違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。先日中国製新作楽器3台をまとめてご紹介いたしましたが、今回はその1台1台ずつご紹介するということで、まずその中の28万円という値段で出しておりました、このデルジェスモデル、ガルネリデルジェスモデルは3台の中で1つしかなかったのですが、まずこちらの1台からご紹介していきたいと思います。フライ板は2枚板ですが、このように非常にはっきりしたトラ木の材料を使用しています。なかなか最近は中国材でもこのように木のはっきりしたもの割と少なくなってきてますので、この楽器は非常にの見た目の美しい材料を使っているのではないかと思います。F 字工は典型的な、デルジェスの F 字工、誰が見ても分かりやすいと言いますか、デルジェスらしい、F 字工の形をしています。おそらく、中期と言いますか、1742年43年頃、もっと後期になりますとこの F 字工が長くかなりエキセントリックになってきます。逆に初期の1732、33年の頃のデルジェスの F 字工というのは、これほどの大きさがなく、あとこのような直線的でない割と滑らかなストラドに近いような F 字工をしてましたが、この頃からこういう直線的で大きな F 字工を作るようになってきて、これがやはり皆さんが連想さ、デルジェスというと連想される、典型的な F 字工と言えるのではないかと思います。表板の材料をアップにしてみました。スクロールはパッと見ますとちょっと崩れた、ちょっと下手くそなスクロールというふうに思われるかもしれませんが、これはおそらくデルジェスのカノン砲あたりのスクロールをちょっと真似てみた、そのためにそのいわゆる金星の取れたスクロールではなくて、このようなちょっと崩れたスクロールになってるのではないかと思います。このクラスの楽器でそういったところまでちょっとデルジェスらしさを出している楽器というのは珍しいと思うのですが、もちろんそのスクロールをいじったからといって音がどうなるということはないのですけれども、その辺にこの、楽器の、こだわりといいますか、そのいい楽器を作ろうという姿勢が、見えるのではないかと私は思います。スクロールの材料もかなりこの木がはっきりした綺麗なものを使ってます。横板の部分もかなり木がはっきりした裏板と統一が取れた綺麗な木の材料を使用しています。
皆様からの思想のお問い合わせをお待ちしております。